さあまずはこちら、はい、スポーツ報知からです。嵐の相葉雅紀さんが昨日東京六本木などで開催中の東京国際映画祭で主演映画ミラクルデビクロ君の恋と魔法のプレミアイベントに出席しました。相葉さんは単独初主演映画の晴れ舞台とあってスーツに蝶ネクタイで登場。映画の登場キャラクターにちなんで悪魔の一面について聞かれると、ありますけど一生見せないと告白。しかし共演者でジャニーズジュニア時代からの仲間である生田斗真さんが、僕は見たことがありますと暴露し相葉さんを慌てさせました。映画は11月22日公開です。この模様はこの後のバズのコーナーでまたお伝えします。さあ続いては共演者との胸キュンエピソードを披露です。相葉雅紀共演者に胸キュン。東京国際映画祭で嵐の相葉雅紀さん単独初主演となる映画ミラクルデビクロ君の恋と魔法のワールドプレミアイベントと舞台挨拶が行われました。あったんだよ運命の人に。えこんな気持ち初めてだ。ねえどうしようアンナ。さらっと好きだって言えばいいじゃん。はいアンナ。山下達郎さんの名曲クリスマスイブをモチーフに生まれた男女4人の片思いを描いたラブストーリー。撮影中相葉さんはキュンとしてしまった共演者がいたようで。トーマかな相葉ちゃんこれ使ってって言ってベンチコートをくれたんですよ。ですごい寒い撮影だったからすごい助かってキュンキュンしました。Something that made my heart throb. Well, maybe I. どうですか、生田さん告白されて。It makes my heart throb. 女性ではなく男性にキュンとしてしまった相葉さんでした。